デシデリウス、または、ダウフェル、ダウフェリウスは、北、イタリアを支配した、ランゴバルド族最後のランゴバルドを、フランク王国のカール一世に娘を嫁がせたが、後に対立して攻められ、王国を滅ぼされた。ブレシアで生まれたデシデリウスは当初、トゥスキアのドゥクス、出会った。756年に、ランゴバルドをアイストゥールフが死ぬと、その王位を継いだ。この時、 アイストルフの兄であり前の王でもあったラトキスが陰性先のモンテカッシーノを出て大い奪還を試みたがデシデリウスは教皇ステファヌスニ世の助力を得てこれを速やかに鎮圧した大冠式に際してデシデリウスは教皇に星座に属していた都市を変換し教皇領をより拡大させることまで約束していた757年デシデリウスは 自身の権力強化に向けて動き出した。すなわち、強力なイタリア中部のスポレート広告、南イタリアのベネベント広告を復従させようとしたのである。かつてのランゴバルドをリュートプランドの親族であった、ベネベント公リュートプランドは、デシュデリウスを成り上がり者として軽蔑し、彼の大位継承を認めなかった。そればかりか、ランゴバルドから離れて、 フランク王ピピン三世に従うと言って、デシデリウスを脅したが、デシデリウスは、東ローマ帝国海軍の支援を受けて、リュートプランドを屈服させ、広告を、フリウリのアレキスに継がせた。さらに同年には、スポレート公アルブインを廃位し、スポレート広国を掌握した。前任者たちと同様に、デシデリウスは、イタリア半島における、ランゴバルド王権の拡大に努めたが、 ローマ教皇や南イタリアの諸公国との利害対立は避けられなかった。759年8月、デシデリウスは息子アデルキスをランゴバルドの共同王として即位させた。ローマを訪れ聖ペテロの墓で祈りを捧げたデシデリウスだったが、そこから帰ると彼は前任者たちと同じような攻撃的思考に回帰した。さらには東ローマ帝国と交渉して、 をを削る協定を結ぼうとも企んでいた760年、フランク・オー・ピピン3世の施設が訪れ、デシデリウスに、教皇から奪った都市の一部を返還するようと寄付せた。バラクロウによれば、デシデリウスが、教皇の支援を得るためにリュート・プランドの征服地の譲渡を申し出たというが、いずれにせよデシデリウスは、約束を守らず、征服地を返さぬままだった。 ピッピン三世は、アキテーヌでの戦役に暴殺されていたこともあり、イタリアへ介入せず、教皇を助けるのではなく、教皇とデシデリウスの間の平和を維持する立場に移っていた。767年、デシデリウスは、教皇パウルス一世の没後の混乱に介入し、エスクイリーノ農家のセービトゥス修道院にいたフィリップスという聖職者を連れ出してきて、 768年7月31日に略式で即位させた。これが対立教皇フィリップスであるが、彼は諸国の承認や強力な後ろ盾を得られなかったため、同日のうちに対位して修道院に戻ってしまい、それ以降消息を絶った。769年8月末、デシデリウスはラベンナ首都大司教の交代にあたり、民兵を煽って、 彼らの候補者を擁立することに成功した。さらにイストリア地方を占拠し、この地を王国外のグラード大司教から王国内のアクイレア大司教の管区に編入させようとした。771年のヨーロッパ。イタリア半島北部のランゴバルド王国は、南イタリアのスポレート王国とベネベント王国を従えつつ、強行領を圧迫し、フランク王国と衝突した。 デシデリウス以前のアイストゥールフラがランゴバルド王であった時代、フランク王ピピン三世はイタリアに侵攻してランゴバルド軍を破り、教皇庁とカロリング家の間で同盟を結んでいた。それ以来、ランゴバルド王国は半ば、動きを封じられていた。カール一世770年、フランク王カール一世とデシデリウスの娘が結婚した。かつて、フランク王国では、 カール一世と弟カールマンが王権を分担していたが、カール一世の勢力が弱く均衡が崩れつつあることを憂いた母、ベルトラだが、ランゴバルド王国をカール一世の同盟相手とするべく、縁談を取り持って実現した、婚姻関係だった。デシデリウスも、ピピン三世時代から、フランク王国の軍事介入を招かぬよう慎重に、動いており、フランク王国と、 さらに関係を強化するべく、カノリング町の王の一人もしくは数人に、教皇庁との関係を取り持たせ、イタリア半島への通行刑を保障しようとさえしていた。実際カール一世とその弟カールマンは、ローマのパトリキウスという称号を共有しており、特にカールマンは、フランク王国側で、アルプス山脈の交通を支配していた。ローマのステファヌス三世や、クリストフォールスは、 反乱ン・ゴバルド陣営を形成するべくカールマンに接近した。しかし先に両者間の対立が深まり、クリストホールス派の影響力から逃れようときとしたステファノス3世はデシデリウスと手を組んだ。771年、デシデリウスは教皇がクリストホールスを見捨てるなら大規模な教皇世襲領の返還を行うと空約束をしてステファノス3世を抱き込み、 クリスト・ホールスを捕獲して、強行禁止のパウルス・アタ・フィルタに引き渡し、虐殺させた。この結果でシュデリウスは、ローマの守護者となり、騙されたステファーノス三世は、失意のうちに772年に没死した。771年、フランク王国で王権を分担していたカールマンが没したことが、ランボバルド王国とフランク王国の関係を変化させた。というのも、 カールマンの未亡人ゲルベルガーと二人の息子、それに数人の側近たちがデシデリウスの元に身を寄せたからである。教皇の書が伝えるところによれば、彼らはカール一世に吸収された王国の継承権を主張していた。ただ歴史家のロジャー・コリンズによれば、このカールマンの家族の主張も教皇がフランク王国をランゴバルド王国と敵対させるために流した。 偽情報であった可能性があるという。デシデリウスはこの遺族をタイ・フランク政策に利用しようとしたが、カール一世は妻をランゴバルド王国へ送り返し、ここに両王の友好関係は終わりを告げた。代わりに、カール一世はかつてカールマン領だったアレマンニアの対抗家の血を引くヒルデガルトを妻に迎えることで、カールマン系の正当性を利用とするデシデリウスの意図をくじこうとした。 ステファヌス3世の死後、ハドリアノス1世が教皇となると、デシデリウスは新教皇が性別を終えたばかりのところへ、友好協約を結ぶよう強要した。ハドリアノス1世は、デシデリウスが、領土返還の約束を履行することを条件としたが、デシデリウスはこれを無視して、教皇庁との和平を破棄し、ラベンナを包囲した。対するハドリアヌス三世は、ランボバルド・フランク同盟を崩して、 政治的環境を覆そうと図った。デシデリウスはカールマンの維持を投与し、これがカールマンの後継者であると宣言するようハドリアヌス一世に迫ったが、ハドリアヌス一世はこれを拒否した。両王国を天秤にかけた末、ハドリアヌス一世はデシデリウスと手を切る方針を取った。773年、教皇ハドリアヌス一世は公にデシデリウスとの断交を宣言した。 デシデリウスが報復として強行領の都市を攻める動きを見せるとハドリアノス一世はカール一世に助けを求めて抵抗を図った。ランゴバルド軍がアルプス山脈を封鎖したのでハドリアノス一世は海から施設を送り出した。彼らの任務はカール大帝に自分が強行長の守護者であることを思い起こさせることであった。デシデリウスに強行領を攻撃させ、 フランク王国に助けを求めるというのは皆彼の計画のうちであった。要請を受けたカール一世は強行側に立つことを決めた。ローマを包囲するランゴバルド王国に対し、カール一世は撤兵して強行領を返還するよう求めたが拒絶された。カール一世は領土返還の代わりに金銭で解決する方策も提案したが、デシデリウスは拒否する姿勢を変えなかった。その結果、 773年春、ついに、フランク軍が、ランボバルド王国へ侵攻した。この軍は、ジェノバで二手に分かれ、カール一世自ら率いる一軍は、モンスニ峠を越え、もう一軍は、カール一世のおじベルンハルトに率いられて、グランサンベルナール峠から、アオスタ渓谷を下った。デシデリウスは、モンスニ峠に出陣して、カール一世と対峙し、敵が、 ポーヘイアに入る前に迎撃を試みたが失敗し、首都パビーヤに籠城した。しかしこれも8ヶ月に及ぶ、包囲戦の末に占領され、デシュデリウスは774年6月に捕らえられた。アダルキスはカールマンの遺族と共にベローナに籠城していたが、これもフランク軍の前に陥落した。その後、カール一世はデシュデリウスを北フランスのコルビー修道院へ追放し、 ランゴバルドーの財産をすべて奪った。最終的にデシデリウスの野望はついえ、彼が独立王国として歴史上最後のランゴバルドーとなった。また、カール一世はフランク王である自身の称号にランボバルドーを付け加えた。例えば彼はパビーヤ攻略直後に発給した証書でフランク人の王にしてランボバルド人の王と名乗っている。このカール一世が ランゴバルドーの称号はカロリング朝に継承されていくことになる。デシデリウスはアンサと結婚した。子には息子アダルキスと5人の娘がいる。今日でもイタリアにはデシデリウスの重要な業績が様々な形で残っている。753年から756年の間、まだブレシアの大だったデシデリウスはアイストゥールフカラセサルバドーレに捧げる。 修道院の建設を命じられ、その用地を与えられた。こうして建てられたのが、美しいモザイク画を用しランゴバルド時代の建築を、現在まで残しているブレシアのサンサルバトーレであり、現在イタリアのロンゴバルド族、県政の足跡の一部として、世界遺産に登録されている。彼のイタリア名でジレイリオは、欲望、絶望という意味もあり、 例えば英語に直訳するとデザイアーとなる。1822年、イタリアの著名な小説家、詩人であるアレッサンドロ・マンゾーニの悲劇、アデルキでは、デジデーリオは、虚栄心が強く自らの権力欲により、王国と遺産を滅ぼす男として描かれている。息子のアデルキは、平和を欲するが、その思いは、父の野望ともについえ、合死する。この劇中で、マンゾーニは、 デシュデリウスとランゴバルド人がイタリア半島の統一に失敗したことへの無念さを表現している。ありがとうございます。